morning, everyone. How you doing? I'm Crystal from Honolulu. 2024 January 21st Sunday. 皆さん、おはようございます。お目覚めいかがですか？今朝もね、クリスタル松岡がホノルルより発信いたします。お聞きいただき、遊びに来てくださってありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。昨夜ね、お伝えしたように、一足早く太陽がヤギ座より水瓶座に入りました。ということは1月20日から2月の3日まで1年で一番寒いと言われる大寒の時期に入りますが、体にね、気をつけてね、いつもね、体を冷やさないようにということを第一に、生活していきましょうね。寒いけどこれをポジティブにどのように使えばいいかなって思ったら、多分私が日本で冬を過ごせれるとしたら、めちゃめちゃ寒いんだけど冬のファッション楽しんだり、血色の悪い顔を、どのように、明るく見せるかっていう感じで、お化粧もね、男性の人もされる方もたくさん日本でも増えてきますよね。チークを、どのあたりにつけようかとか、そういう感じで、ね、楽しんだり、根菜類をめちゃめちゃ食べることを、楽しむだろうなと思いました。そんな感じで、ここにね、何か、工夫を加えながら楽しくこの一番、寒いと言われる大寒を越して、風の時代を、スタートしていきましょうね。そして、朝ね9時50分には、水瓶座に、プルートちゃん、ボスがね、冥王星が移動してくれます。これね、プレキ、風の時代、プレキ2回目となります。9月の2日までいます。でね、一度だけまた焼き座に帰ります。9月の2日から11月の20日まで、これね、もうでもね、帰るけど逆行で、だけどもほぼ、風の時代本番だと思います。私の中では 90%、 100% ってもう感じている人もたくさんいらっしゃるんではないでしょうか。そして1月20日からはもう、焼き座に帰ることがなく、ずっと水瓶座にいるので、本当に本当に本当に風の時代本番です。でね、1回目が2023年3月23日から6月11日まで、水瓶座に、入ってました。これ風の時代プレキ1回目です。なんでね、興味がある人は3月23日から6月の11日まで、去年のね、携帯なんかを見て、写真を見て、あ、どういう気持ちだったかな、気持ちに変化があったかな、風の時代的に合わせるバージョン的なか、何か新しいこととか新しい趣味とか興味が湧いてたことはなかったかな、それ食べ物もインクルードでね、見てみてください。それがあなたの風の時代ってどうなっていくんだろうって、もしも不安を持ってたり、あと興味がある人はそれがいい、なんかこう、キーポイントになることがあると思います。はい。そしてね、しばらくの間この水瓶座の太陽と水瓶座に入った、風の時代の、冥王星、これがねずっとね重なっています。これは、冥王星って集合意識的だから個人ですごい感じることがないって言われてもいるんだけど、感じている人たくさんいらっしゃると思います。だってすごくもう精神の世界に移行していくからね、風の時代って。もうそれが体的にも、対応している人たちっていっぱいいると思うんですね。だからちょっとあえてざわざわ感を感じている人は冥王星を感じれているんだと思って、いい意味に体がシャープになってきているんだと思ってください。そして太陽と冥王星がこの重なることによって何が起きるかって、シンプルに言うと、私たちの生き方、あり方が、変わっていく、変容していくっていう風に思ってください。自らも変容したい、したいって思っている人たちもたくさんもちろんいると思います。これは土の時代から風の時代のバージョンに変容していくです。そして土の時代を簡単に言うと、ピラミッド、縦社会、厳しい、決められた、超えられないっていう感じですよね。これが、水の時代、ごめんなさい、水じゃない、風の時代、水瓶座に変わることによって、水瓶座的な、世界に、社会に、個人的にもね、いろんなものが変わっていきます。じゃあ水瓶座のキーワードを簡単に言うと、オリジナル性、独創性、新しさ、そして平等です。縦社会ではなくフラットです。ピラミッドではなくドーナツです。だからリ
ーダーもあなたの横にいて一緒に、平等に、愛を持ってね、そういるっていう感じです。自由です。そしてネットワーク、コミュニケーション、テクノロジー、自分が思ったものを、興味がある人、ものを、情報をパーッと引き寄せて、それが三角じゃなくて縦じゃなくてフラットにネットワークで、共振して広がっているっていうことになります。はい、楽しみですね。月はね、双子座にあります。双子座ももちろん風のエレメントなので風の時代です。なんで今日はすごくね、風を、風の時代にプレキにすごくいい、いいスタートの日、2回目ねスタート日になります。月と太陽は、トラインというね、とても良い、角度で配置でエネルギーが流れています。これはそれぞれのね、個々のね、何かゴールとかをね、すごくね意識して、そこに行くぞっていう感じに、自分はこう変わっていくぞっていう風にあれば、エネルギーがすごくスムースに流れて、プライベートも、お仕事的なね、なんか外の、社会でのあなたっていう意味での位置づけね、それは会社に属してなくても主婦の方でも、何かコミュニティ、学生さんであれば学校生徒、何かクラブとかね、うん、そういう感じでその、位置でね、いい感じでバランスが、取れます。でそしてエネルギーがどんどんねぐんぐんアップされていく、これね多分冥王星と太陽からのエネルギーなんだけどね、を底力っていうかね、変わっていくぞっていう底力を、覚悟的な、もう変わるなら変わるよっていう方なとかね、変わっていきたいっていうエネルギーを、底力を宇宙から、感じると思います。でね、これで一番大切なことは、 Surround yourself withPositive people and then only take part in events that you uplift your spirits. 大切なことは、あなたをポジティブにしてくれる人、楽しいなって思わせてくれる人だけを選んでください。あなたがです。そこに適当に属するんじゃなくて、あなたが選んでください。そして、あなたが楽しいと思う。そして、あなたの精神、スピリットが行きたいなって思うようなイベントとか、もちろん情報とか、テレビで言ったチャンネルとかニュースとか、そういうのあなたが選んでください。これすっごい大切だと思うんですよね、風の時代に向かって。はい、そこがポイントかなって、思いました。でね、そうだな、あとね、気になるのは、多分他の先生術師さんたちももう説明していると思うけど、月と土星がね、葛藤のね90度っていう、角度を今日ずっと撮ってるんですよ。これがちょっと気持ちをね、邪魔するんじゃないかっていう感じに、なんかこう押さえつけられる、行きたいんだけど押さえつけられるっていうような、エネルギーが流れていることは確かなんだけど、そっちにこれも意識するのではなく、そこはあるんだよ、あるんだけど、じゃあ自分はどのようにそれを使っていくかって言ったら、私は個人的にはそれと同時に土星を使って小三角形っていう、すごくねいいエネルギーの配置が流れている、エネルギーを使います、意識します。これはねもうずっと最近言っている、四六時中私たちが寝ている間も、土星を頂点に、土星先生ね、地道に着実に行くぞっていう、土星先生を頂点に、木星と水星、木星は発展と拡大、幸せの星ですよね、水星は知性とコミュニケーションの星、これが小三角形、自分が難しくても変わっていきたいんだ、こういうことを具現化していきたいんだ、理想を現実化にさせるエネルギーが流れてます。こっちに意識します。もちろん簡単なことじゃないことは、いろいろ出てくるけど、一気に出てこられたら困っちゃうから一個ずつ出てきておくれって感じなんだけど、まあ一気に出てきても、一気にできない私のような人は、ちょっとずつやっていけばいいじゃないかっていう感じで、宇宙はずっと絶対サポートしてくれてるからねっていう風に考えていこうかなと思います。だから焦ったりとか圧迫を感じても、まあそれは新しい時代に変わっていくんだからしょうがないなっていう風に受け入れます。それよりも今この時代の超変わり目に、日本人としてこの地球に降りてこれていることにめちゃ感謝だなって、なんか昨日の夜いい子ちゃんになって思えました。
そんな感じです。はい、じゃあね、今日もね、みんなでシンクロするメッセージカードを、龍神様カードで、いこうと思います。はい、みんなでシンクロするメッセージカード、はい、じゃあこれにします。たらーん、おー、黒龍と白龍で、2曲っていう、メッセージが来てます。そうだ、まさにさっきお伝えした、結局地球って絶対に光だけじゃなくて影も、闇って言っていいかな、闇も暗さもあって、で絶対物事にも全てにあるから、めちゃめちゃシンプルで、何か、ネガティブな方とか自分がストレスに感じる言葉を聞いても、いや待てよ、それは絶対ありえるとしても、それには絶対光はあるから、ポジティブな部分があるから、それを探すっていう風に癖づけろっていうことだと思うんですよね。はい、だから理解まずすること、絶対光と影は、1対1で成り立ってるっていう風に理解したら、風の時代に変容していくのも怖くないし、ましてや楽しいし、随時時間がかかったとしても一瞬一瞬立ち止まって、光と闇が絶対ある、どの問題にも、どのケースにも、どの会話の中にも、その、光を取っていきましょう。自分は、あなたは、私はどっちを選ぶんですかっていうことだと思うんですよね。選ばされるんじゃなくて、あなたが選んでいく、私が選んでいくっていう感じで、風の時代は、どんどんね、そっちに、いいようにね流れていくと思います。いかがでしょうか。今日もね、長いタラタラと喋ってしまいましたけど、 Thank you for listening everyone. Have a nice Sunday. お外にね遊びに行ける人は、暖かい格好して、ちょっとねファッション楽しんだりして、行ってらっしゃい。